12月23日金曜日。こんにちは、ベンジです。バルハラの続きをやっていきます。さあ、行きましょうか。おはよう。ドロシーと一緒に出勤かな。よう、来たか。気分はどうだ。リリムは柔らかくて、あったかかった。よかったね。なんだって?聞こえたでしょ?じゃあ、重いクソひどいから普通に悲しいまで今の気分を分類するとどのあたりだ?そうね。重いクソ悲しい。まだ自分が許せないし死ぬほど悲しいけど、なんていうか頭の中でガンガン鳴り響いてた音が止んだっていうか。説明になっているかわからないけど。まあ、なんとなくわかったような。昨夜はどうだった?すごく落ち着きました、正直言って。ボスがゾロシーに お金を払ってくれたなんて。あれで払ったと言えるならな。え?ゾロシーに電話してお前の身に起きたことを伝えたんだ。そしたらとても心配してな。少し黙った後彼女はこう言ったんだ。今日も稼がないといけないから、ただではいけないと。で、いくら払えばいいかと尋ねたら、今飲んでるソーダ代を払ってくれればそれでいいと。ゾロシーの電話番号はどこで知ったんです?私にはツテがある。でしょうね。それはともかくジル、休憩かハグが必要な時は遠慮なく知らせろ。ハグしてもらいなよ、店員だに。ありがとうございます。同じ申し出をしたいところだが、俺にハグされるのは勘弁だろうからな。確かにね。バーテンダーが必要な時は教えてくれ。ありがとう。じゃあ仕事を始めましょう。ランダムになってた。一日を変え、一生を変えるカクテルを。へへ、また揃う聞けで嬉しいね。なんか言った?いや。いらっしゃ、なんだ、あなたか。おいおい、敬意を忘れずにな。今日は俺っちのボスを連れてきたんだ。あなたのボス?この店のボスのことじゃなくて?その弁慶みたいなやつか?弁慶じゃねえや。ごめんごめん。正宗。もう一人のボスさ。ここにおわすは、偉大なるナチョ・タンブルウィード・ジュニア。ボス、休憩入ります。さっきはああ言ったが、まだ開店してもいないだろう。今日はどうしたんです?我が部隊最高の兵士が働いている職場をこの目で確かめたいと思ってな。兵士?あれ、あなた、私が月曜日にカクテルを出した犬?おお、キクンだったか、デイナ。デイナ?兵士よ、デイナの店で働いてるとなぜ言わなかったのだ。こいつはデイナじゃないっす。ただのジェス。じゃあ、あなたもシラの関係者?あ、シラってあれか。その、池芝が勤めてる会社か。組織か。属してる組織か。関係者どころか、シラは、我が輩が設立したのだ。人類は善意に溢れている。だが我々を理解していない。だから我が輩は犬が犬でいられる場所を作った。我々はこの世に居場所はない、居場所のないあらゆる犬を受け入れる。地上に犬だけのヘブンを築いたのだ。受け入れるのはコーギーだけ?いや、柴犬いるじゃねえかよ。何を言う?我が輩は、セイファーのクズどもと同じに見えるのかね。セイファートイカンパニーのこと言ってるね。他の動物も受け入れたかったかな。悲しいかな。我が輩が面倒を見られるのは我が輩と同じ種だけなのだ。真剣な話だと思うけど、眼帯して人間の言葉を喋るコーギーに言われると。何か飲みます？俺っちは大丈夫だ。ボスはどうします？男らしいの。本当に？聞こえなかったのかね。わかりました。あの犬に男らしいカクテルを、ビターなやつがいいかな。じゃあ男らしくてビターなやつ。ガットパンチか。ガットパンチにしよう。L サイズでね。ちょっと一つ思ったんだけど、なんていうの ?L サイズにできるやつって、
全部というか、そのカルボトリン適量じゃないやつは10だと思うんですよ。で、ってことはカルボトリン入れる量は、そのカルボトリン以外のやつ、あ、違う、10引くカルボトリン以外のやつを足したやつがカルボトリン量になるんじゃねえかな、という勝手な思い込みで、残りはカルボトリンを入れます。できた。はい、これだ、これが欲しかったのだ。武器は我が輩のケツよりひどい味だ。自分で頼んだんでしょ。ここは実にいい店だな。兵士よ、良い職場を選んだな。もったいねえお言葉。ボスはイカシバにちゃんとお給料払えるのかな。シラへのその忠誠心、無駄にはせぬ。シラはもっともっと素晴らしい組織にするのだ。だって だって店はもうじき閉鎖されるんだよ。ボスにそんなお金の余裕があるの？ある？しかしもっと差し迫った問題がある。例えばまだ犬数分のボールがないなどだ。俺たちが使ってるのを一緒に使っちゃダメなんですかい？愚か者、すべての犬に自分専用のボールを持つ権利があるのだ。ボールすら満足に買えないようではお先真っ暗だ。もしかしてボスはやけになってお金を無駄に使おうとしてるんじゃん。店が閉鎖されるのがショックで。でもみんなはボールより箱の方が好きみたいでしたよ。いい着眼点だ。ボールを梱包している箱と箱を梱包している箱、どちらが安いと思う？お、深いね。梱包してる箱、ボールを梱包してる箱と箱を梱包してる箱、どちらが安いか難しいね。ボールは、あの球っていうのは安定した形だから、梱包するのにそんなに強度が必要ないんじゃないかな。箱は潰れちゃうから頑丈な箱にしなきゃいけない。だから後者の方が高いから、ボールを梱包してる箱どうですか？箱を梱包してる箱、そんなもんがあるんですかい？無論だ。箱がどうやって出荷されると思っているんだ？箱と箱を重ねる？バカ言っちゃいかん。でもボスはポケットマネーで払ってる可能性もあるな。そういう人だし聞いてねえな、ジールはこの世は再起的狂気に満ちている。医者が医者を見る。箱が箱に入って届く。ボトルがボトルに入って届く。さすがだぜ、ボス。待てよ、お給料をお金で払ってるとは限らないか。あ、骨かもしんねえな。ステーキで払ってる可能性もステーキか。よし、では明日は箱を売ってる連中を探してくれ。分かったか？さあ、イエスさあ。でもボスにとって上等なステーキはお金より価値があるし。あ、でもホイールにくるまれてたらどうします？ラッセンシュトラウスはチーズをホイールごと食べて獣医のところに箱が運ばれましたけど。チキショー、その通りだ。不測の事態に備えておかなければならん。それにボスは人を騙すようなことはしないし、相手が犬ならなおさら。仕方ない、セイファーをお抱えのあの獣医と協定を結ぶか。お、ベティのこと？いつも我々によくしてくれるからな。笑顔がまたキュートなんすよね。酔っ払った時に笑顔になってたか、ベティは。じゃあ獣医にも注意っすね。ああ、リストに載せておいてくれ。ああ、ナチョか。お、知ってんだボス。っていうか犬ちっちゃくね。あ、そんなもんか犬って。なんかすごいミニチュアサイズに見えんだけど、なんかこう並んでると可愛いね。この手がさ、ちょこんってなってて、なんかちょっと愛らしく見えてきちゃった。そっか、ボスはこの犬とも知り合いなんだった。まだしばらくいるのか？たまたま通りかかっただけだ。これからちょっと野暮用があってな。そっか、ならギルがお供しよう。俺が？マジで？マジだ。今日の分の給料はちゃんともらえるんでしょうね。それはナチョの評価次第だ。よし、青二歳、行くぞ。はぁ、あ、何、給料はちゃんと払うさ。それはどっちでもいいんですけど。あ、ジルに言ったのか今
ギルの給料ちゃんと払うんだよっていうのを言ったのに、どうしてギルに行かせたんです？ギルには気分転換が必要だったんでな。休みを取ると言っても奴は言うことを聞かんし、しかしナチョの用事に付き合わせればあいつもしばらくはバーのことを考えずに済むだろう。そういうことですか。そういうことだ。私はオフィスに戻っているぞ。いいボスだな。ここで働け、俺っちも嬉しいよ。そうね。何か飲む？いや、あそこで座って待機してるぜ。何かあったら教えてくれ。わかった。あ、お給料のこと聞き忘れた。そもそもお金でもらってるかどうかも。ほら、ベランベロになるまで飲もうよ。酔ったところで何が変わるわけでも。シバーシバーはどうなんだろうね。嫌いなのかな、好きなのかな。コーギーがすごい好きなんだよ、ビールは。シバーにすげえ反応したな。勘弁してよ、ポンコツくん。犬だらけの職場から逃げてきたばっかじゃない。でも、見てよ、あのアロハシャツ、サングラスまで。好きなんだね。よー、ロボットくん。喋った。はぁ、あ。いらっしゃい。こんばんは、ジル。ビールをもらえる？了解。ビールは？よし、転がれ。さあ、イエッサー。キュン。かわいいな、ビールくん。あいつはほっといて。じゃあ、ビール一杯だけですね。金曜日の勤務後よ。ただのビール一杯じゃない。待ち焦がれた一杯。おっしゃる通り。ベティにビールを L サイズでいいかも。そ、元よりそのつもりさ。こっちは金に困ってんだよ。1、2、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、ミックス。オッケー。はい、特別な一杯にしてくださいね。おしゃれだね。いいわ、そんなことさらっと言いたいわ。うん。乾杯。ねえジル、ビールは好き？家でアル中だよもう。家で浴びるほど飲んでるわ。箱買いしてるもんな。好きどころか部屋にとんでもない数のビールの空き缶が転がってますよ。へえ、高校時代の友達に空き缶を使ってすごい作品を作る人がいたんだけど、興味があるなら連絡してみるよ。いえ、結構です。これ以上ゴミが増えても困るし。今日は会社はどうでした？ローラって子がいろいろと波紋を呼んでるのよね。それがいいか悪いかは別として。波紋ってどんな？あの子はまあウサギみたいなの。政治的に正しすぎるウサギ。ウサギ？ウサギを飼ったことない？すっごく神経質で、どんな些細なことにも死ぬほどびっくりするんだよ。いつもおどおどしながら周りを見回して、誰かの機嫌を損ねないようにしてるの。あの子は一人でいる時もそんな風で。そのことが社内で問題になったわけじゃないんだけど、この前一緒に出かけた時にね、ローラったらかわいそうに、ろくに口も聞けなくなっちゃって、一言言うたびにシーンとなって自分の発言が失礼じゃなかったかどうか考えてるの。あー、生きにくいね。っていうか人？アンドロイドかな？いい子なんだけどね。それに誰にも失礼ないようにするって態度も立派だとは思う。でも度が過ぎてる。確かに。それは君のせいでもあるんじゃない？え？彼女に聞こえるぐらいの距離にいるとき、君はやたらと、は？何ですって？って大声さしてるだろ。ええ、まあ。それはあれよ。おどおどしてる彼女がすっごく可愛いから。いや、完全にお前のせいだぞ、ベティ。ウサギみたいに。ってことはもしかしたら、本当はあんな性格じゃないのかな。それとも君を恐れてるだけかもしれない。じゃあ試してみましょうよ。どうやって？あなたがあの子とデートするの。なぜ？私にだけあんな態度をするのかどうか確かめるため。ノーとは言わせないよ。なんせ私の名誉がかかってるんだから。あなたは私を悪者扱いするけど、そうじゃないって証明したいの。いや、傍から見てもあんたは悪者だよ。まあ悪気はないんだろうけどさ。仮に君が正しかったとしても、随分あの子にこだわるんだね。あれか？あの、化粧すれば化けるって言ってた子か？楽しいんだもん。楽しい？いいリアクションしてくれるから。完全にいじめっ子だね、ベティは。いじりがいのないあなたと違って、あの子は本当にドギマギモジモジして、顔を真っ赤にしてくれるんだから。それの何が楽しいの？
だってあんな可愛い子がこんなことするんだよ。でもその調子で続けてたら彼女もいずれ君を相手にしなくなるか、そういう態度に慣れっこになっちゃうんじゃない？僕みたいに。悔しいけどそうかも。おお、ナイスだディール。じゃあからかうのはとっておきの時だけにしとこうかな。うん、それがいいよ。いや、そういう意味じゃなくて私にとってはそういう意味なの。さっきの犬はどうしたの？遊んでたんじゃないの？外に行くってさ。ところであの犬の名前さ。そのローラってことをお二人は仲良しなんですか？犬の話したくねえのかジルさあ、少なくとも同僚としては。どんな子なんです？その政治的に正しいウサギってこと以外では。トロイ。慎重すぎるから何をするにしてもトロイ。本当にびっくりするぐらい。確かに仕事の質はいいけど、一体いつ終わるのかと思うとね。彼女は出社しなくてもいいのにさ。フリーランスみたいなものだから。じゃあどうして出社してるんです？犬好きだからよ。だからこそあなたとお似合いなんじゃないかなって。バカバカしいね。女同士だからうまくやれるんでしょって理論と同じだ。確かに。そしたらもう人間同士だからっていうのも成り立っちゃうもんね。今のは例えが悪かった。ちょっと聞いても？ええ、どうぞ。そのローラって人が本当にあなたが言うような人だとしたら、もっと積極的な人が、人っていうかリリムっていうか、もっと積極的なパートナーがお似合いなんじゃないかなって。なるほど。どっちもおどおどしてたら、話になんねえってことか。やったね、ポンコツ。あなたはジメッとしてるって。悪意があるね。でもこの人の言う通りだね。趣味が合うのと相性がいいのは全く別の話だから。まあね。趣味が合うに越したことはないけど、趣味が合うだけじゃちょっと違うのかもしれない。あなたは甘く見てるのよ、愛の力を。パワーオブラーブを。良くも悪くも愛には人を変える力がある。あの子と一緒に時間を過ごしたら、あなたももっと積極的な男になるかもしれないじゃない？それかイライラしすぎて頭が変になるか。まあね、その可能性もある。どうしてそんなに彼女と僕をくっつけようとするんだい？本当は好きなくせに。だってあの子は可愛いウサギさん、ウサギちゃんでしょ？あのままじゃ誰かに食べられちゃう。あ、本当には好きなくせにっていうのはベティに言ったのね、今。だから私の目の届くところに置いておきたいの。つまりローラに対して母性本能を感じてるんだね。彼女が君のことを好きかどうか自分で確かめてみたらどうだい？もう口説いてるかもしれないけど。ちょっと人を女ったらしみたいに言わないで。彼女、女の子は好きじゃないのよ。あ、彼女は、ベティは、そうなのか？どうしてわかったの？自分で聞いたから。だと思った。それ以来あの子はなんだか浮ついた感じになって、レズビアンって初めて見たとかなんとかつぶやいてた。変な話よね。わかった。ローラの話はこの辺にしておこう。そのセリフ、昨日も言ったよ、言ってたよ的なジョーク、またはその亜種は遠慮してほしいね。つまんない男。じゃあ飲みましょう。そうしよう。僕はブルームライトにします。フリンジウィーバーにする。かしこまりました。ブルームライトとフリンジウィーバーね。なんか前ずっと私フリンジウィービーって言ってたと思います。間違ってました。フリンジウィーバーですね。1,2,3。よし、 L サイズいける。 L サイズにしよう。お金に困ってるから L サイズにするバーテンダーどう？結構あ、今ミスった？ミスないね。よしよし。フリンジウィーバー。1,2。うわー、大丈夫かな。フリンジウィーバーどっちだっけ？あ、あいつ酔っ払うとめんどくせえんだよな。まあいいか、もういい。全部入れよう。熟成ミックス。はい、どうぞ。これどうしてブルームライトっていうのかな。このカクテルはビデオゲームのイベント中に考案されたらしいんですが、
考案者がイベントの出席者にユーザーの気持ちを代弁するようなことを言ったんです。出席者はみんな大手ゲーム会社の社員でした。そのゲーム会社はブルームライトと呼ばれる光の効果を多用しすぎていたせいで、バーテンダーは多分当てこすれて作ったんでしょうね。なんか視覚効果のことなのか、ブルームライトっていうのは。じゃあ暗闇で光るってわけじゃないのね。ええ、これは違います。ところでジル、人と付き合うのことで自分は変わったと思う？うわー、ざっくりきたね、今のジルに。かなり変わったと思います。それはいい意味で、それとも悪い意味で？いい意味かな。悪い習慣を新しく身につけるほどのバイタリティもないし、最初の彼氏のせいで他人の言い間違いをその場で指摘しないと気が済まないっていう癖がついちゃったけど、まあそういうのはあるよね。ずっと一緒にいるとその人の癖とか性格が映るっていうのはあると思います。今思えばすごく鬱陶しかったかな。じゃああなたも言い間違いが多かったのね。私の場合はね、以前に比べてもっと、なんていうか、皮肉屋になった？辛辣になった？この世界にも人間にも嫌気がさした？どれが映ったんだって言ってんだな。ちょっと、君の言葉を引用しただけさ。まあ、でもそうね。大学時代のガールフレンドのせいでそうなっちゃった。私がデモとかの運動に参加するようになったのは、そもそも彼女に誘われたからなんだけど、それのどこが悪いんだい？みんなで抗議活動をして世の中を変えようとしてたのね。私は本気だった。でも真剣になればなるほど壁にぶつかるようになった。運動に参加してる全員がそこまで本気でやってるわけじゃなかったんだよね。確かにね。ほとんどの学生はただ流行に乗ってるだけだった。そして自分たちが支持している運動を信じてるわけじゃなかった。だから私は渡り鳥のようにあちこちのグループに移っていった。でもどこに行ってもそういう浮ついた人しかいなかった。一時の流行に過ぎないって理由で参加しなかった人たちはほとんどが危ない過激派だったし、そんなこんなで他人に対する我慢が一気になくなっちゃって、それって付き合ってた相手のせいじゃなくて他の人たちのせいなんじゃ。もしかしてそういうふうに考えたことは一度もない？今の自分のあり方を過去の恋人のせいにするのはやめるべきだね。ほっといてよ。そういえばもう一人のバーテンダーは？彼は犬の付き添いで出かけてます。あ、そうだ、さっきの犬が君のことを聞いていたよ。もしかしたらセーファートイカンパニーで働いてる感じのいい獣医さんじゃないかって。君と話したそうにしてたよ。じゃあどうして行っちゃったの？さあ、君はいくつか副業をやってるよね。犬からもらってるお給料だけじゃ借金がかさむ一方だからね。あなたは一体どうやってやりくりしてるの？給料少ねえんだな。犬から給料もらってる？信じられない。まあこの店も役立たずの犬に給料払ってるんだから人のこと言えないか。本当に払ってるかどうかは定かじゃないけど。おかわりなさいますか？そうね、もう結構です。明日は早起きなので。といっても早起きしなきゃならないのは彼女だけなんですが、明日ピクニックに誘われてるらしいんですが、二日酔いでピクニックっていう話をまた聞かされるのは耐えられない。はいはい、わかりました。いいね、ほんといい関係だよこの二人は。じゃあ行きましょっか。またねジル。じゃあまたのお越しを。あんたって本当に場をしらけさせるのが得意なんだから。このまま飲んでたら君、明日君も同じことを言われる羽目になるよ。ボス、休憩入ります。誰か来たら教えてください。わかった。いやー、いいわ。あの二人いいわ。ベティちょっとムカつくけどさ。いい感じにディールは。バルハラ！アイキャッチャーは忘れない。ベティとディールと、あとセイとステラーの関係はすごくいいね。はい。ということで今日はこれで終わりましょう。だいぶジルの気も晴れてきたんじゃないかな。また大きい事件が起こんなきゃいいけど。まだアリス・ラビットがちゃんと公に騒いでないからね。そこがどう絡んでくるかですね。はい。ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。
チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。